こんにちは。よいしょ。足感が転がった時に、くっついたガムが描く奇跡。この奇跡のことを、サイクロイドと言いますね。サイクロイドには面白い特性がいくつかありますが、今回はその一つ、最速硬化曲線として知られるサイクロイドを試してみましょう。例えば A から B に重力のみを使って滑っていくとき、一番早く滑り降りることができるのはどんな坂道か。まず思いつくのがただの直線の道ですね。試しにボールを滑らせると、いい感じに滑っていきます。でも、もっと早く A から B にたどり着く坂道があります。それが、このサイクロイドの端から滑り降りる道なんです。適当に A と B を設定しましたが、サイクロイドの軌跡上だったらどこでも最速でたどり着くことができます。この場合でも、直線でもこんな曲線でもなく、サイクロイドが最速です。ではボールを転がしてみましょう。こんな風に、同じ位置からそれぞれ違う道にボールを落としてみます。そして、真横から見て、サイクロイドとそれぞれの直線が交わる場所までの速さを比べてみましょう。では行きます。綺麗ですね。ではスローで確認してみましょう。まずは一つ目の境界線までどっちが速いのか。サイクロイドの方がわずかに速かったですね。では二つ目の境界線。やはりサイクロイドですね。三つ目以降は差も大きくなってくるので、一気に見てもわかりますね。すべての境界線で、サイクロイドの方が直線より早く到達しています。最短距離は直線ですが、最速はちょっと遠回りをして進む、人生と同じですね。次は、円弧の一部とも比べてみます。こんな風に、でかい円弧を傾けたやつと、小さい円弧の一部を並べました。早速比べてみましょう。サイクロイド万歳。もちろん到達点を変えてもサイクロイドが一番速いです。円弧に限らず、どんな曲線もサイクロイドに勝てません。どうでしたか？証明はややこしくて難しいのでしませんが、学校で友達にクイズとして出してみてください。重力のみが作用する場合、というのがミソです。最近は公式 LINE にもゆる動画上げてるのでよろしく。